は？はあ。どうしようかな。ちょっと、なんで声かけてくれないのよ。呼んだ？ため息ついてるんだから声くらいかけてよね。はあ？面倒だな。で、何かあったのか？あのね、私、借金したの。だから、800万ちょうだい。はあ？ありがとう。そう言ってくれるって信じてた。ん？どこ行ったの？は？マリサ。あんたどういうつもり？友達が困ってるのに助けないの？え、友達じゃないけど。うさ、ひどい。なんでそんなこと言うの？え、だって友達じゃないし。ひどい。もう、マリサなんて知らない。勝手な奴だな。好きにしろ。どうせ、お腹が空いたら戻ってくるだろうし。心配しなくていいよな。う？ぐすん。ひどいよ。友達じゃないけど？なんでそんなこと言うの？絶対に帰らないんだから。なんならずっと離れたところに行って、私がいない時の寂しさを分からせてやるわ。なかなか帰ってこないな。どこかで迷ったのかな。ちょっと探しに行ってみるか。どうしよう。全然知らないところに来ちゃった。お腹空いたな。帰りたいな。ダメダメ。帰らないって決めたんだから。いないな。おい、霊夢、どこだ。霊夢は引きこもりだから、この辺にしか来たことないはずなのに。どこ行ったんだろう。まあ、そう簡単には見つけられないだろう。霊夢、どこだ。やばいよ、全然知らないとこに来ちゃった。誰か、迎えに来て。う？霊夢、全然いない。ここかなり家から離れてるぞ。どこ行ったんだろう。早く見つけないと。う？マリサ、ごめんなさい。だから、迎えに来て、お願い。う、うわーん。う、ぐすん。霊夢。は、マリサ、来てくれたのね。何してたんだよ。ずっと探してたんだぜ。早く帰ろう。うん、ありがとう。家だ。家だー。やっと帰ってこれた。私も安心したぜ。これで、借金返済しなくて済む。お前、借金返済させようとしたな。あわわ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 。。大きな声で、気迫を込めて、コッペパンをよこせー。ラララコッペパン。ラララコッペパン。さもなくば射殺するー。ラララコッペパン。ラララコッペパン。ラララいつも変わらない味ー。ラララコッペパン。ラララコッペパン。ラララジャムもバターも合うー。要求はコッペパンだけどいつも売れ残ってる寂しいコッペパン。最後まで聞いてくれてありがとう。